イン集団。さあメイン集団は最終コーナー立ち上がりまして、今メインストレートへと入ってまいります。そしてトップの2人に関しましては山下貴弘選手、そして、佐藤智則選手に関しましては先ほど、このコントロールラインを通過してまいりました。ラップタイムが2分4秒61、2分4秒61です。さあ現在トップはバトリックスーパータグの山下貴弘選手、そしてチーム今日佐藤智則選手です。佐藤智則選手は現在22歳のアンダー23となっておりまして、若い力が光っています。さあこの2名の選手が最終コーナーへと今まさに入っていこうとしているところ、この後方、おっとこれは3名の選手、ブリッテ、そして右京、そしてキャノンデールですね、そしてマトリックスバーナグが追走、そして4名の選手がさらにそれを追走しています。その後方を追いかけますのは巨大な集団、こちらはメイン集団になります。さあここで集団がチリチリになってまいりました。そして安定した走りを見せております。おっとここで、ブザーが鳴りました。この音はそうポイント周回になります。ポイント周回になります、トップ3まではポイントが付与されてまいりまして、その合計ポイントがで、ポイント賞というものをつけてまいります。さあこれが第2集団になりました。第2集団は9名の形成、それを追いかけますのがメイン集団。さあここもだんだんチリチリになってまいりました。さあレースに動きが見えてきたといったそういう状態でしょうか。現在トップなんですが、山下選手、そして佐藤選手、ラップタイムが2分4秒となっています。そしてその後方、数名の選手が固まりまして集団を形成しておりましたが、そのタイムなんですが1分51秒56秒、だいたい1分2分を切るようなタイムを連発して、集団を形成しております。その後方もですね、かなり、メイン集団スピードを上げていっておりますから、これはかなりこの吸収を各選手がしようと全体的にペースを上げていっている模様です。そして、このトップの2人の選手に関しましては安定した速度で、レースをですね展開中です。さあ今こうやって、見てみますと、共にバックストレートへと入っているという部分から考えますと、かなりこのペースが上がってトップとメイン集団との間が縮まっていっているんではないかなというそんな印象ですね。さあそれではここでトップ2の選手が同時にコントロールラインを通過。さあここで当初9名だった大集団なんですがかなり増えましたね。さあ10名以上、そしてそれを追走するかのように集団がどんどん吸収をしようとしています。さあこれは吸収するのかな。トップの2名山下選手、そして佐藤選手、マトリックスバーサグとチーム右京、この2名の選手が、まずトップ安定した走りを見せまして、ラップタイムが2分3秒台となっています。その後方、
当初9名程度だった人数だったんですが、それが10名以上の集団を形成し、その後方にありますメイン集団と今連結をしようとして吸収し、一つの大きな集団となろうとしている、そんな状態でこのコントロールラインを通過してまいりました。今バックストレートの方に入ろうとしているんでしょうか、今逃げているのは2名の選手ですね。さあここで先頭のバイクがやってまいりました。さあ2名の選手見えてまいりましたね。バックストレートです。さあ右京とそしてマトリックスーパータグ、この2名の安定した走りを、バックストレートでも展開中。その後方ブリッツェ、そして、キャノンデール、あれ心理選手ですかね、ルビーレッドジャージをしておりますシーリー選手です。現在ルビーレッドジャージを着ております鈴木シーリー選手なんですが、2010年の、この白浜でのフリーでの滝には1位の成績を収めています。さあこの鈴木真理選手を先頭といたしまして、第1集団がコントロールラインを続々と通過。さあ現在トップは山下選手、そして、佐藤智則選手、この2名の選手が現在トップ、安定した走りを見せまして、ラップタイムが2分3秒78をマーク、17周回を終了しまして、18周回目と入っています。そしてその後方なんですが、現在ルビーレッドジャージを着ております、キャノンデールスペースゼロポイントの鈴木真理選手。さあこの選手を先頭といたしまして、第1集団がペースを上げているのでしょうか。なお鈴木真理選手に関しましてはラップタイムが2分2秒47をマークしております。さあトップのタイム差なんですが6秒と27、6秒ちょっとというところまで差が縮まってまいりましたね。全体的に、後方の大集団がペースを上げていっているという、そんな状態でしょうか。なおトップの山下選手、佐藤選手に関しましてはともに2分3秒台という、安定した走りを常にキープしている状態でありますから、やはり後方の選手がかなり追い上げを見せている。おっとここでバックストレート、さあかなりこれはペースを上げていっている。さあここで吸収されていきました。さあ後方かなりのペースを上げていまして、さあ一つの集団にまた再び形成されました。さあそのまま集団はバックストレートから、あ最終コーナーへ立ち上がってまいります。さあこのまま逃げれなかった一つの集団になりました。さあこの横一列、縦一列ですね、縦一列の巨大集団です。さあすごいですね。さあここでタイムを見てみましょう。ゼッケンナンバー205番の佐藤翔太選手、チーム右京を先頭といたしまして、巨大な集団が形成されました。先ほど18周回を完了いたしまして19周回目と入っております。先ほど18周回完了のタイムではラップタイムが1分55秒75となっています。さあここで全体的にペースを上げていきましたね。やはり後方のメイン集団がですね、先頭の2名の選手を追走して吸収、そのまま全体で、速度を上げまして1分55秒というね、そういうタイムを叩き出したという状態なんでしょうかね。さあ19
said he woke up at night with the constant chills, the many kill. Who smoked that glass pipe? Who gets in bar fights? Who beats their kids with a lead pipe? Who's fucking their friend's wife? Who's keeping their stash hid? Who's doing their first bid? さあ18周回終了しまして19周回目、そして19試合も間もなく終わろうとしているところ、さあここでおっと若干ペースが遅くなりました。これペースが遅くなったような印象がありますけれどもね、集団形成してまたここで落ち着いた状態になっていくんでしょうか。鉄拳ナンバー16番の宇都宮ビリッテン井野智之選手、ラフタイムが2分2秒7例となっておりまして、19周回を終了、20周回目へと入っています。さあ飯野選手を先頭といたしまして巨大な集団を形成して、おります。先ほど19周回を終了しての、タイムで2分2秒70という状態でありましたが、さあここでまたペースを上げていくのか。さあ右京が先導か、それをさらに横でパール泉か。メイン集団は一つの集団となりまして、最終コーナー立ち上がりまして、今帰ってまいります。メインのですね、このコース入ってまいりますが、おっとここでスプリントをかけまして、さあペースを上げます。ポイント周回終了となります。ポイント周回ここで完了です。ポイント周回完了となりました。さあなおポイント周回というのはですね、今回この P1 では4周回、8周回、12周回、16周回、20周回、そして24周回、完了した時のトップ3にそれぞれポイントが付与されまして、その総計でトップ3のポイント賞というものを申請いたします。まあ、そういった部分もありまして今計測をしているわけなんですが、まあ、この時間帯ではかなりペースを上げてまいりました。形成しつつバックストレートへと入っています。さあそれを逃げるのは数名の選手。先ほどの周回では20周回完了時点では2分2秒56というタイムで、通過をしていきましたが、ここからまたどんどん変わっていくのでしょうか。ゼッケンナンバー15番の選手が今飛び出しているということを情報が入ってまいりました。橋山選手です。宇都宮ブリッテン、さあここでトップで通過、そしてそこを2名が追いかけます。さあ、ツイストの2名、そして巨大集団、これも宮中セットばかりにスペースを上げていきます。さあ、現在トップ、鉄拳ナンバー15番の橋山翔選手、宇都宮ブリッテン、ラップタイムが1分58秒00ということで、ペースを上げていっております。そして2番手、2名ですね、トップとのタイム差が4秒ちょっと。
ゼッケンナンバー206番の島田義明選手、チーム右京、そしてキャノンデールスペースゼロポイントの遠藤世紀夫選手、この2名の選手が追走。ラップタイムが2分1秒。その後方ですね、デッケンナンバー、25番安原大輝マトリックスパワータグ、この選手を先頭といたしまして、集団形成いたしまして、追走をしています。トップとのタイム差が8秒71となっています。26周、あともう間もなくで最後のドラマがね、集団のスプリントになるんじゃないかなというふうに思ったりもするわけなんですが、その際にぜひ注意していただきたいのは、コースの脇におられますね、観客の方、またカメラマンの方、パイロンよりも出ないでくださいね。パイロンよりも内側には入らないようにしてください。これは繰り返しお伝えしております。ゴールスプリント最終コーナー、また、ゴール後のコース脇、こちらでは落車という可能性も十分ありえますので、ぜひ注意をしていただきたいと思います。タイヤであったりとか、あとはそうですね、カメラ、こういったものは必ずね、パイロンの内側に、構えておいてください。よろしくお願いしたいと思います。さあ、先ほどトップの集団1分55秒という状態だったんですが、さあ、ゼッケンナンバー12番、さあ、こちら宇都宮ブリッツェンの福原勝選手か。さあ、集団からアタック。さあ、このまま逃げを決めるか。さあ、しかしそれを追走していきます。九州セットばかりにペースを上げていく巨大集団。さあ、わずかな差ではあるわけなんですが、このトップでね、逃げを決めようとしていく、アタックをかけるというのはかなり勇気あります。さあ、ここでブザーが鳴りました。ポイント周回だ、ポイント周回になります。さあ、追走していきます。右京の選手ですね、右京の選手を先頭といたしまして、巨大集団今まさに、トップの宇都宮ブリッツェン福原勝選手を吸収しようとしているところ。全体的なラップタイムは、2分2秒程度でしょうか。さあ、ここで23周回終了しまして、24周回目と入りました。さあ、この24周回、この完了して、ポイント確定になります。今回のこの P1 のカテゴリーのポイント周回なんですが、24周回完了時点、ここの周回で、終了となります。さあ、あと残りわずかのレース、26周回で、レースは展開してまいります。 P1 の決勝レース、現在各チーム、各選手は23周回終了して24周回目となっています。さあ、元が帰ってまいりました。
まもなく、おっと、これでブリッツェン、そして右京、さあ3名の選手が、いや3名、そして集団という状態でしょうかね。さあレースは間もなく終盤戦となりました。レースは間もなく終盤戦です。さあこの展開どう決めていくんでしょうか。さあこの前島クリテリウム、非常に平坦な道のりではありますが、風が非常に強い。さあそんな中でポイント集合、おっとこれは6名の選手ですね。6名の選手が集団を1つ形成、その後方を追いかけますのはメイン集団。さあこの巨大な集団が追走していきます。さあトップの集団、6名の選手で構成されていましたが、デッケンナンバー143番の稲目アイランド信濃山形 JPT、 橋本武史選手を先頭といたしまして、チーム右京の島田、そしてグリッツェンの福原、マトリックスパータグの向川、そして右京の佐藤、そしてキャノンデールの原川、この6名の選手が構成されています。ラップタイムが2分1秒78、そしてその後方ほとんども差はないかとは思いますけれども、集団が追走しています。さあここで24周回終了いたしまして、25周回目となっています。それでは見えてまいりました。おっとここで4名の選手、ほとんどもうこれはどういうところで、キャノンテール、そして右京、あとはマトリックス、この辺りが見えてまいりましたけれどもね、ちょっと肉眼ではなかなかどの選手だったのかということでは分かりませんが、さあバックストレートから最終コーナー立ち上がりまして、さあ巨大な集団を形成しつつ、ここからメインストレートに入ってまいりました。さあとも24周回終了、25周回目オンコース。さあここでけたたましくジャンが鳴ってまいりました。いよいよ最終回、いよいよ最終回となりました。巨大なこの集団を形成しつつ最終回へと入ってまいりました。第2回 JBCF 前島クリテリウム T1 決勝レース、さあいよいよ最終回へと入ってまいりました。さあここでチーム右京の島田、タイムが2分1秒97、そしてブジャックマリウスへと続いてまいります。さあチーリ選手はゼッケンナンバー172番のゼッケンをつけまして、3番手で通過してまいりました。さあ大きな集団になりますからね、どのようなレースの展開になっていくんでしょうか。さあ今回、昨日のタイムトライアルで、見事ですね、ルビレットを手にいたしました、鈴木真理選手、キャノンデールスペース0ポイント。さあこちらキャノンデールも、そして、右京も、共に、今年から新規参戦のですね、そんな、チームになるわけなんですけれども、かなり気合が十分なんじゃないでしょうか。さあいろんな熱い思いを持ちながら、まもなくレースは最終のドラマにやってまいります。さあここで巨大集団でバックストレート入ってまいりました。さあ横一線、さあここで右京、ブリッツェン右京、さあその横を、なのは分かりません。ただなんか巨大集団です。さあそれでは集団スプリントになりますからね、ゴールの、こういったところのですね、から出て、パイロンから出ないようにしてくださいね、パイロンから出ないようにしてください。さあいよいよ最終ストレート、最終ストレート、さあこれは誰が来るのか。さあこれは右京だ、右京来た。その後方はルビーレッドから見ますと、心理選手でしょうか。さあおっとこれはですね、すごいですね。さあタイムもすごいです、チーム右京
レッグナンバー203番の辻尾清水選手、見事1位でございますね。一応暫定という言い方にしておきますね。いろんな判定とかもありますので暫定順位として一応お伝えしてまいりますが、手元のモニター、では計測のモニターで見てみますと、チーム右京辻尾清水選手ラップタイムが1分53秒32とマーク、そして第2位がゼッケンナンバー172番の鈴木真理選手キャノンデールスペース0ポイント、そして第3位はデッケンナンバー17番のウソケブリッジ戦若杉敦人選手、そして宇都宮ブリッジ戦広瀬義正選手第4位です。第4位ですね。そして第5位はチーム右京太田高明選手、第6位がファール泉住田ラバネロ大久保仁選手、以上トップ6となりましたね。